次何行く？キャミ使ってるんでしょ？キャミ使ってる。キャミ教えてほしい。立ち回りとか。マジ分かんねえ。だから俺も来て30分違う、あの4何をしたらいいか分かんない。まず何をしたらいいか分かんない。来て30分なんだ。キャミー、違う、このゲームっていうかストリートファイター時代何をしたらいいか分かんない。え、ボタンを押す。とりあえず何、リーチ長いのボタンを押すんだよ。ボタンそれ投げたらいいのかどうしたらいいのか分かんないんだよ。とりあえずなんかこう基本的な立ち回りと呼ばれるところが知りたい。キャラによってやっぱ違うのか。全然違うと思うけど、どうなんだろうね、うん、基本的に何したらいいの、ま、そう長い長い中継振っときゃいいのか。これ振っといてなんか、うん、なんかまたとか見てたら、あ、いいねいいね、モチベーションも上がってくるよ。そうそうそうね、うん、でもなんか4に近いよね、キャミね。キャミは4に近い。コマンドもね、中パン中パンつな感じだから、ね、ただ低空とかはないね。低空ストライク、うん、キャノンストライクね。それね、4の頃さ、なんかそれでめっちゃゲージ貯めてた人いたわ。あ、めちゃくちゃ昔ね。そう、キャラも結構収集されたりとか俺がやってた頃はみんなそれやってた。キャミ使いなのか、なんか遠く吹っ飛ばされた後、画面の端でめっちゃ貯めてるみたいな。うまいな。今日初めてですよね、うん、今日初めて。そんなにそんな難しくないよ、コンボは。正直キャミーは割と初心者にいますね。キャミーが一番俺はおすすめ。初心者におすすめ。リュウ、キャミー、チュンリーが僕は触った感じ。ちょっと触った感じ、うん、おすすめかな。いいね、うん、V トリガーも強いんだよね。そうだね。で、コンボもキャミー簡単だしね。そうそうそう、次おすすめだと、うん、ダジャ可愛くて強い。ダジャ普通に入るからそれめっちゃかっこいいそれめっちゃかっこいいから全然冷たくない。スパイラルアローからキャノンストライクがある。 V トリガー。これさ、コンボ選択何がいいの。なんかいろいろ入りすぎてどれがいいのかわかんないんだよね。チューチューも入るし、チュータチュー、チューとかも入るし。あー、自分でなんだろう、シャガチュー、シャガチューって書いてあったな。見たサイトにはシャガチュー、シャガチュー、スパイラルアローって書いてあった。でもあの、なに、ダメージ的にはさ、あれのが高いんだよ、キャノンスパイク。でもとっさに出ないかな的なのもあるんだけど。あ、キャノンスパイクの方が高いの。キャノンスパイクの高い。だからシャガチュー、シャガチュー、キャノンスパイクの方が高いんだよ。スパイラルアローより。シャガチュー、シャガチュー、キャノンストライク。でも どうなの、展開的にどうなの。展開は多分こっちの方がいいと思う。あ、やっぱそうなんだ。こっちの方が起き上がりに、うん、あ有利に取れる。これ距離離れちゃうし、受け身取られたら多分もう終わりだと思う。なるほどね。あ、で、そういうことでキャノン。これはこっちの方がいい。なるほどね。勉強になるわ。そういうの勉強になる。俺さ、ダメージとかしたしか気にしないからさ、そうなっちゃうんだよね。何振り有利とかは知らない、うん、サイト見てても、あ、こんなのみんな知らないだけじゃねみたいな思っちゃう。キャノンストライクの方がええやんみたいな。いや、ちなみにさ、キャミーさ、後ろ中パンとかでさ、なんかアッパーみたいなの、それって対空したらいいのかさ、キャノンストライクとかで対空したらいいのか、どうなの。向きによるの、敵の。透明だったらこれでいいんじゃない。軌道読んで画面端とかで飛び込まれたらとか、なんかいろいろ変えなきゃいけない。そうだね、あとめくり切りだとこれがいいのと、うん、あとあれ、ジャンプ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 しジャンプ、これもそうなんだけど、うん、あのこれでやっちゃうと、うん、もう受け身取られて終わりなんだけど、うん、これを対空するとこう、あ、そのまま継続が回してしてくれて、あ、ほんとだ、攻められるのか、そのままこうやって。へぇ、あ、やっぱそういうのもあんだな。全然わかんなかったわ。へぇ、これはこの方がいいと思うかな。うんうんうん。とりあえず近距離だったらめくり切りだったらこれで、うん、でも絶対安心はこっちだと思う。無敵ついて、あ、これじゃない、青を落としたとした、これが一番安心かな。無敵がちょいついてる方が、うん、思うけどね。うんうんうん。なるほどね。ウイスキーの普通に組み込んで強い、簡単に。そう、簡単なんだよ。大パンチ、さっきから V トリガー大パンチに繋がる。あとこれが意外に有利取れないから気をつけてな。当たれば多分シャガパンシャガパン繋がると思う。多分分かんないけど位置にもよるんですよ。そうだね、うん、あんまり真上気味でこうやってやってちゃうと多分、基本ガードされる。お、繋がった。あ、シャガパンシャガパン確か繋がるはず。結構いけるのね、うん、
そう。2発目は距離にもよるかもしれない。でもここででもヒット確認むずいな、当たったって分かったらシャカパンして何スパイラルアラを。そうだね。ただこれもこの後の多分コパンが怖い。当たる距離、当たる時と当たんない時あるんじゃないのかな。背高いやつとかザンギとかバーディーとか頭付近だったけど繋がんのかね。まあ、ザンギバーディーにこの技を思いっきり突っ込んでいく勇気は。飛び込みで何出したらいいの。中継大パンじゃね。大パン、大パンと中継はとりあえずないかな。大パンか大継か、横に判定強いそうな。めくるときはどうしたらいいの。めくるないんじゃないこのキャラ。めくれない、めくれないあんまりね、置き攻めでそう上から行くっていうゲームじゃないから。あ、キャラじゃない、なるほどね。フォーの時、超めくりたい。そうそう、フォーはもう基本めくりを教わった時にね、こうやってなんかもうダイヤ転ばしてるっていう、うん、あのフォーはあのダイヤ下投げが受け身取れなかったのよ。うんうんうん、ウフォーになってから送らせ受け身っていうのが一応あるけど、うん、基本あれだけど、今回あの後ろ受け身があるから、うん、このゲーム後ろ受け身、その場受け身、受け身なし。あー、なるほどね。ちょっと移動できるのね。あんまり継続、攻めが継続できるゲームじゃないんだよ。うん、攻めが重要だけど、攻めが継続できるゲームじゃないと。そう思うよ。うん、知らんけど。うん、まあそうだよな、今日触ったばっかだからな。あくまで今日触っただけでもこんなに解説してもらってるからな。このね、来てね、うん、動画撮ろうって言われた時にね、うん、俺の、こいつ無茶ぶり、うん、なかなか無茶なこと言ってんなって俺思ったこのね、意見をね、この意見をね、強くなれる人もいるから。あ、そうなんだ。やがて。あ、大パン繋がった。やった。みんな何使ってんの。人口何が多いんだろうね。やっぱリュウトが多いのかね。うん、最初は何だろう。でもかっこいいキャラ使いたい、うん、カリン結構いると思うよ。カリンいるんだ。カリンとね、ケンどうだろう。俺の周りだとケン結構効く。技がかっこいいからみたいな、うん、かもしれないけど。ああ、それもあるだろう、うん、単純にやっぱり見た目とか技の見た目とかね。バルログあんま効かないよね。バルログいいキャラなのに、かっこいいよね。ひょーっつってかっこいいよね。 V スキルってかこのこれはさ、このゲージって次のラウンドに持ち越せないんだ、うん、あ、そうなんだ。そうそうそう、下のクリ、CA って書いてあるクリティカルアーツのゲージは持ち越せない。うん、だからラウンドとかであんま腐らせるのもったいないから、俺はガンガン使っちゃった方がいいと思う、うん、あれウルフォーの時は持っていけたよね。なんか周りの最大必殺技みたいな。いや、あれも持っていけないか。あ、じゃあ一緒か。そういうと考え方は一緒か。でもなんかよく分かんなかったらね、ぶっ放し無責任発動しちゃっていいと思う。キャノスパイク適当に、いや、このこれここら辺でいい。あー、本当はコンボとかに組み込めるんだけど、うん、なんかあ、そうだね、腐らせるのもったいないからね。もう死にそうだったらそれ発動しちゃうぐらいで勢いで。一番おすすめならもう適当に大攻撃ぶっ放してキャンセルすると、うんうん、そうすると隙が減るからね。これで当たってたらコンボもいけるし、うん、そう、大パン大パン繋がるから。そうそうそう、びっくりしたわ、聞いたのに。適当にぶっ放すと、ね、いいね。あと小技からコンボ繋がるのがいいね。キャミー、キャミーはあれか、あの最大必殺技に持ってっちゃったんだよ。ゲージ3本はめてどうなの。小出しにした方がいいの。状況によるんじゃないかな、うん、でも EX 技を使う時がよくわかんない。そう、最大あ、さっきやってた時の、うん、なんかちょっと昇竜拳使ったなとかの、なんか一番さっきやった、あ、これ、うん、なんだっけ、あ、はいはいはい、ターゲットコンボからのこれが、うん、多分最大風だよね、うん、簡単な。この時 EX 使うけど、あ、どうなんだ。あとあれどうなの、あのこかすじゃん、こかすで、こかしてさ、フーリガンコンビネーションでさ、なんか蹴り出んじゃん、相手で回った。これそう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 、それで放置しとくとなんか下段だったりするじゃん。それの置き攻めとかってどうの。ぶっちゃけあんま使えない。ぶっちゃけ見てから昇竜、あ、余裕でしたみたいな。なるほどね、小技で終わると思うけど、うん、まあでも意識そらしで不意に、あ、不意に出せば、そう、長期戦でとか、あと何かしら、なんていうんだ、セットプレーみたいな置き攻め、一連の流れで何か組み込めるのであれば、なんかありっちゃあるかな。ありっちゃある。一斉に1回出すか出さないかぐらいで。まあ何かしら、そこは、うん、強いキャミー使いに任せよう。そうね。この先な。そうね。そうな。はいはいはい。いいっすね。受け身取られちゃうし、不利だろうし、そうね、わかんないな。あんまりね。テクイ。見た目はテクイけど。これでもあの、なんだっけ、かなり昔の体験版みたいな、これやってないんだけど、映像で初めて出てさ、
フーリガンからこれがさ、裏でこれ出てきたときさ、ああこれ大丈夫かこのゲームって一瞬ちょっとビクッとしちゃって、ああなんかでもどうなのそれ、距離で普通にガードしてたらあのちゃんと入力方法間違ってないと、合ってないとガードできないのかそれは、うん、そうだけど、でもなんかフストフォーみたいにガンガンこう見えねえんじゃねえかって思って、うん、全然意外といけた、あてかそもそもそんな使える場面なかったそこ計算されてるちゃんと、うん、なるほどね、これできるようにしておけばもう回転できちゃう、どれどれちょっとどれ、これあ、オッケーこれとか、あ、でもしゃがみなくていい、これあとこれ、あ、そこは完璧、それマジ完璧、それ簡単だ、ここはしとけばいいよ、あでいい感じだったら言ったらそれも入れる感じで、それ何言ったら中パン、強パン、いや、後ろ中パン、大パン、あーはいはい、アッパーネットね、これ浮くから、それ何積極的に狙っていいやつ、いや、あんまり狙ってよくないと思う、うん、あの、隙があった時だけど、ガードされたらね、モロハン、なるほどねとりあえずしゃがっちゅう人がいいな、近距離とかだと、近距離どうなんだろうね、フレームよくわかんない、タッチシュー、しゃがパン、コパンしときゃいいの、コパンはダメだと思う、まあ、コパンでもいいかな、ちょっと距離が空いてたら、しゃがみ中キックでもしときゃいいのか、距離が空いたらね、軽いと思う、中継結構強い、うん、しゃがみ中はどうなんだろう、リーチが長いぐらい、昔、ストフォーはね、これにこうあれ仕込んでたけど、うん、入れ込んで、なんだっけ、この技、スパイラルアロー、そうそう、これ入れ込んで、うん、で今回、ね、むずいよな、踏み込んできて当たったら、うん、勝手に出るみたいな、うん、今日でいいのかな、そうですね、今日でめちゃくちゃ強いな、うん、なるほどね、この辺のね、ガードさせて一番発生が早くてガードとヒット時のフレームが一番有利な技だとすればいいと思うけど、うん、見た感じ、立ち中かしゃがっちゅうあたりだと思う、分かんないけど、うん、中が強いとか、近距離だと中、うん、中パン振っときゃいいと、うん、それかもうこうやって暴れる、うん、で適当に逃げそうだったらスパイラルアローにつなげると、パン中パンさすがにヒットマークに重要ね、キャミはこう珍しくこれが繋がるのがすごい、うん、なんでとりあえず近距離でこう、うん、なんかってやって、うん、でまあ意識散らすためにこうちょっと俺行くよみたいな、上からあ、出てない、うん、上から打っていっちゃうよみたいな、うん、まあこの距離で出すのもありだよね、こうやってこれとこれ昇竜拳するみたいな、ああなるほどね、で下に来たところをもうコンボ叩き込んじゃう、これでこう威嚇みたいなのしといて、おむろにたまに、うん、こうやっていくとかね、でもいきなりフーリーがコンビネーションでいっちゃってもいいじゃん、これはこれはどうなんだろうでそれ投げあんじゃん、投げどうだ、ぶっちゃけ通らない、投げフーリーガンからの投げ、なんかストフォーの方がセットプレーがあったけど、不意に出せば通るかぐらい、分かんないわ俺、詳しい性能だよな、今日初めてだもんなキャミーなんて触ってさっき、そうだよな、フォーでもそんな触ってんのないみたいな、フォーもね、フォー、うん、もそうだね、ちょっと触ったぐらい、うん、それでこんなに解説してくれてんだ、解説してないよ、もうね、知ってる人からすればもうね、何だこいつ何言ってんだろうだからちょっとね、教えてほしい、逆に、うん、そうね、これからやっていく僕としては、そう、再来月、来月あたりに、再来月かなぐらいの多分かなと思ってるから、うん、だけで、出てほしいな、そうね、ゲーセン勢のゲーセンでやってた人からするとね、まあ無理なんだろうけど、いろいろと無理なんだろう、まあね、事情もあるだろうしね、そうね、カッポン側のあの、煽りはそんなんですね、キャミーは微妙かな、ね、うん、うん、なるほどね、煽りで選ぶキャラではないという感じで、煽り、煽りランク低いね、 C か D ぐらい、うん、そうそう、うん、バルログなかなか高いから、うん、そうね、なるほどね、何なんかもう進みますかよく分かんないな、とりあえずこれがかっこいいっていうのだけは分かった、うん、あと V 距離があるあろうからスパイクつなぐの、ね、そう、これつなぐのはかっこいいね、これさ、
基本これ多分ガードされて不利だけどさ、うん、あのこれ発動してるときは多分有利取れてる、あと思う。知らない。いやもう V トリガーはもうヤバそうだったら積極的に出したいみたいな。そうだね、使った方がいいと思う、うん、そうだ、なくなっちゃうならね、リスクプーズ。あ、これってあれだもんね、あの満タンになってないと発動できないもんね。うん、そうだね、うん、はいはい。じゃこれ何、3つあるキャラは貯めづらいってことか、ゲージ。あ、そうそうそう、そういうことになるね、うん、それでも貯めやすい、その、あのこれが使いやすいキャラは貯めやすい、うん、あ、なるほどね。 中盤、うん、中継のやつなんていうんだっけ、 V スキルだっけ、うん、あれよくわかんない、うん、これが使いやすいやつは貯めやすいんじゃない。なるほどね、そこも計算されて作られてるっちゅう。でもようわからんちゅう。まずこれできるようにしてんじゃない。ああ、なるほどね。これとこれは強い。コパンバージョン、うん、あとは状況に応じて。でもね、これできるならね、うん、これもできると思うんだよね。8でそう、これ入れ込んで、こっちの方が火力高いっていう感じか。で、あれか、 V トリガー保つと、さらにその大パンから途中で、そうだね、あ、うん、そんな感じで発動できるっていうことだもんね。まあ、あとは強引に発動するっていう弾とか、ガードもヒット確率もなしにどれだけ出会えたし、うん、なるほど、勉強になるわ。でいいと思うけどね、はい、実際対戦してないから分かんない。そうね、トレモだけだからね。俺の15分触った感想。